はい、こんにちは、116インズです。今回の動画はドジャースのムーキー・ベッツに関連したお話です。まあ、皆さんご存知の通り、ベッツといえば現在 MLB トップクラスの外野手ですよね。2014年に MLB デビューを果たしてから7年間でウィンズアボブリプレイスメントは通算で 45.4、 毎年のようにオールスタークラスの活躍を見せまして、2018年のレッドソックス、そして今年のドジャースですでに世界一も2度経験している、誰もが認める一流選手と言ってもいいような存在の選手なのかなと思います。ここまでベッツが残してきた成績は、まあ、このまま順当にいけばおそらく殿堂入り間違いなしの、まあ、そんな成績を残してきているわけなんですが、ただ同じ時代にマイク・トラウトというこれまた化け物クラスの成績を残している外野手がいるせいで、まあ、ちょっとベッツの影が薄くなっている節はあるんですが、それでもベッツという選手が素晴らしい選手であることには変わりはないのかなと思います。そんな今や MLB 屈指の外野手に成長したベッツですが、意外とですね、ドラフトは結構遅い順位で指名されているんですね。2011年の5巡目指名、全体172位でレッドソックスに指名されていまして、要するにベッツよりも前に171人もの野球選手がドラフト指名を受けているということですよね。いや、これ今で考えたら本当に信じがたいことですよね。今ベッツが見せている活躍を考えますと、到底5巡目、しかも全体で172位指名を受けるような選手には全く思えないわけですけれども、この当時ベッツはショートを守っていたんですが、同じショートのポジションでもベッツよりも前に17人も先にドラフト指名を受けていまして、この2011年のドラフトクラスの中でもベッツの評価がめちゃくちゃ高かったわけではないということがここからもわかるんじゃないのかなと思います。当時のスカウティングレポートなど確認しますと、まあ、ベッツの評価、身体能力といったところは大変評価されていた選手ではあるんですが、ただ野球選手としては少々小柄なところと、また大学へのコミットがある点、さらにはスピード以外のツールに関して MLB でやっていけるのかというところが疑問符がつきまして、結果的に5巡目までスリップすることとなってしまいました。まあ、ただこのスカウトたちの見立てというのは、ベッツの今の MLB での活躍を見ますと完全に間違っていたことにはなるんですが、これはどちらかというとスカウト陣が悪かったというよりもベッツ本人の成長を褒めるべきでしょう。ということで、ドラフト時の評価の低さを MLB での活躍で見事に覆したベッツですが、むしろ個人的に気になったのは、そのドラフトの時にベッツの前に指名された171人の選手たちが今どうなっているのかというところなんですよね。ベッツよりも先にドラフトされているわけですから、まあ、基本的にはベッツよりも評価が高かったから先にドラフトされたと考えることができると思うんですが、その選手たちは今どういう活躍を見せているのか、今回はそんなベッツの前に指名された171人の選手たちに焦点を当てていきたいなと思います。はい、ではそもそもとして、この171人の選手のうち MLB に到達することができた選手は果たしてどれぐらいいると思いますか？まあ、1巡目から5巡目の終わりぐらいまでの選手ですので、まあ、7割ぐらいは MLB に到達できたんじゃないのかなと思う方もいるかもしれませんが、正解は95人で、割合としては 55.6%。ドラフトから9年経ちましたが、半分近くの選手は今の時点においても MLB に昇格することができていないんですね。ドラフトから9年経ったことを考えますと、この人数がこれから劇的に増えることは、まあ、まずないだろうと思いますので、この割合でほぼ確定なんじゃないのかなと思っています。まあ、これを多いと見るか少ないと見るかは人によって意見が分かれるかと思いますけれども、個人的には2人に1人は上位指名であっても昇格できていないということに少し驚きを覚えました。なんならこの年のドラフトは1巡目指名の選手でも結構 MLB に昇格できていないんですよね。この年60人もの選手が1巡目指名を受けたんですが、そのうち18人の選手は MLB に到達することが現状できていません。最も高くて全体30位のツインズが指名したレビー・マイケルが MLB に昇格できていませんし、まあ、中にはですね、契約金が100万ドルを超えるような選手たちであっても MLB に昇格できないという厳しい現実がここからも浮き彫りとなっています。またレイズの選手が6人も MLB に昇格できていなくてですね、まあ、この年のレイズは1巡目指名権が10個もあったんですが、そのうち6人の選手は MLB 昇格すら果たせず、結果的にまともに活躍したのはブレイク・スネルだけだったということで、なかなか厳しいドラフトとなってしまいました。では続いてベッツと同じ5巡目指名の選手たちの状況を見ていきたいなと思うんですが、
MLB には30人中17人が到達していまして、思ったよりも MLB に来ているなと思ったんですが、ただ主力選手に成長した選手はほとんどいませんね。まあこちらの表に通算のウィンザーボールリプレイスメントが載っていますが、通算のウィンザーボールリプレイスメントが10を超えている選手ですらベッツしかいませんし、また主力選手と呼べそうな選手もベッツの他にはタイラー・グラスナウですとか、あとはブランドン・ウッドラフとか、まあそのぐらいの選手しかいませんので、この中でもベッツがいかに異質な存在かが、まあ、よくわかるんじゃないのかなと思います。ベッツの通算のウィンザーボブリプレイスメント 45.4 は当然ながらこの5巡目指名の選手たちの中でもぶっちぎりの1位となっていますし、まあ、なんならベッツの通算のウィンザーボブリプレイスメントは現在2011年ドラフトの指名選手全選手の中で最も高い数値となっているんですけれども、まあ、そんな選手が5巡目に転がっているのは改めてやっぱりおかしいなと思わざるを得ないですね。ウィンザーボブリプレイスメントに関連したお話をもう少ししたいなと思うんですが、ベッツの現在の年平均のウィンザーボールリプレイスメントがだいたい 6.5 ぐらいなんですけれども、このベッツ1年分に相当するウィンザーボールリプレイスメント 6.5 を通算で稼いだ選手は果たしてどれぐらいいるのか、こちらも気になって調べてみたんですけれども、こちらは171人中21人割合にすると 12.3% しかベッツ1年分のウィンザーボールリプレイスメントを稼ぐことができていないんですね。先ほど MLB に到達した選手の数が95人とお伝えしましたが、その中に入ったとしてもそこでさらに MLB で活躍するとなると、ベッツの1年分のウィンザーボールリプレイスメントを通算で稼いだ選手でさえも21人しかいないということで、いかに MLB という世界で活躍することが難しいことなのかがこの割合から痛感させられましたね。裏を返せばそんなパフォーマンスを毎年安定して残しているベッツもまたとんでもない選手なんだなということを改めて実感しました。ということで、ここまででベッツがいかに特別な存在なのかがよく分かったかと思いますけれども、逆にですね、ベッツと最もウィンザーボブリプレイスメントが近い選手たちは一体誰なのか。ベッツは取り逃してしまいましたが、この選手を一応指名できたから一応そこまでの損失にはなっていないというチームは一体どこなのか。ベッツと通算のウィンザーボブリプレイスメントが最も近い5選手をこれから紹介していきたいなと思います。はい、では第5位はトレバー・ストーリー。通算のウィンザーボブリプレイスメントは 21.0 となっています。この年ロッキーズから全体45位指名を受けたストーリー。2016年に MLB デビューを果たしてからロッキーズ不動のショートとして非常に活躍している選手ですよね。30本以上ホームランを打てるパワーを持っていますし、また守備が上手いというのもロッキーズとしては本当にこの選手を指名して良かったなと思っているんじゃないでしょうか。ストーリーはベッツができなかったショートに残り続けるということが MLB でもできた選手なわけですから、ロッキーズとしては十分に満足している指名なのかなと思っています。来シーズンオフに FA となる予定ですが、果たしてロッキーズはこのストーリーをチームに残すことができるのでしょうか。続いて第4位はゲリット・コール。通算のウィンザーボールリプレイスメントは 26.0 となっています。この年パイレーツから全体1位指名を受けたコール。契約金の額は800万ドルとベッツの10倍以上の契約金を受けてプロ入りを果たしました。そして2013年に MLB デビューを果たすと、ここからすぐにパイレーツの先発ローテーションに定着。2015年にはオールスターにも選出されるなど、おおむねパイレーツが期待していたピッチャーに成長しましたが、ただそこから少し伸び悩んでしまったんですよね。2016年、2017年とコールの実力を考えれば、少々不満が残るようなシーズンとなってしまって、2017年のオフにアストロズでトレードをされることとなってしまいました。ただアストロズに移籍してからは、アストロズの先進的な分析のもと、ピッチャーとしてワンランク上の選手へと成長し、そして今やヤンキースと9年総額3億2400万ドルの契約を結ぶ、そんなピッチャーになりました。コールに関してはパイレーツ時代の特に後半は、ちょっと全体1位指名と考えると物足りない成績ではあったと思うんですけれども、ただメジャーでもしっかり活躍はしていましたし、パイレーツとしてもこのコールを1位指名したことは全く後悔していないんじゃないのかなと考えています。続いて第3位、ジョージ・スプリンガーですね。通算のウィンザーボールリプレイスメントは 27.5 となっています。この年全体11位指名でアストロズから指名を受けたスプリンガー。走攻守揃った非常にダイナミックな外野手でして、アストロズ打線では主に1番を担当して、相手チームからしたら1番からホームランが打てる選手がどっしりと座っているわけですから、かなり嫌な相手だったんじゃないのかなと思います。2014年に MLB に昇格してからアストロズの中心選手へと成長して、怪我が少々多いところが難点ではあるんですが、スプリンガーがいたからこそ2017年の世界一、いろいろあったわけですけれども、あの年の世界一も成し遂げることができたんじゃないのかなと思います。
スプリンガーの指名に関してもアストロズで中心選手として活躍したわけですから、こちらの指名もチームとしては全く後悔していない、十分満足のいく指名だったんじゃないのかなと思います。続いて第2位はフランシスコ・リンドア。通算のウィンズ・オブ・リプレイスメントは 28.7 となっています。このリンドアもベッツよりも前に指名されたショートなわけですけれども、インディアンスから全体8位指名を受けて、今や MLB トップクラスのショートへと成長しましたよね。2016年から2019年まで4年連続でオールスターにも選出され、またプロスペクト時代から非常にショート守備に定評のある選手でしたが、この守備は MLB でも見事に発揮され、ゴールドグラブ賞も複数回受賞するなど、インディアンスが期待していた以上の選手になったのではないでしょうか。またプロスペクト自体はパワーの面がちょっと疑問符がついていた選手なんですが、メジャーに来てからパワーもつきまして、2017年から2019年まで3年連続で30本以上のホームランを記録するなど、もはや文句のつけようがないぐらいのショートになったわけですが、インディアンスとしてはこれ以上にない選手を指名することができたのではないでしょうか。そして第1位、このドラフトクラスで最も現在ベッツとウィンズ・オブ・リプレイスメントが近い選手はアンソニー・レンドーンとなっています。通算のウィンズ・オブ・リプレイスメントは 31.2 となっていまして、この年ナショナルズから全体6位指名を受けた選手でした。レンドーンに関してはこの年全体1位の可能性も、十分にあるぐらいのプロスペクトだったんですけれども、これが6位までスリップした結果ナショナルズがゲットすることができました。2013年にメジャーに昇格してから決してこう派手な成績を残すような選手ではなかったんですけれども、毎年安定したパフォーマンスでチームを支えましたし、本当に安定感のお手本のような選手なのかなと、個人的にはレンドーンに関してそういった印象を抱いています。2019年には自身初めてのオールスターに選出され、シーズン全体では34本のホームラン、 OPS は10割超えと、この年世界一となったナショナルズの打線を間違いなく支えた選手です。昨年のオフ大型契約でエンゼルスへと移籍してしまいましたが、ただナショナルズとしてはレンドーン抜きでは間違いなく昨年の世界一は成し遂げることができなかったと思いますので、昨年の世界一の中心メンバーとして活躍し、また長期間サードのレギュラーとして安定した活躍を見せてくれた点においては、このレンドーンの指名は非常に満足した指名なのではないでしょうか。ということで、今現在ベッツと最もウィンズ・オブ・リプレイスメントが近い5人の選手をご紹介しましたが、この5人を指名した球団に関してはベッツを取り逃したことに関してはそこまで後悔していないと思うんですけれども、ただそれでも一番近いレンドーンでさえベッツとすでにウィンズ・オブ・リプレイスメントの差が14も開いているわけですから、このドラフトクラスにおけるベッツの傑出度もまたとんでもないことになってますね。また先ほどご紹介した5人の選手を指名できた球団はまだマシな方でして、この5人を指名できなかった上にさらにベッツを取り逃してしまった球団に関しては本当にご愁傷様ですとしか言えません。今回ベッツとウィンズ・オブ・リプレイスメントが近い5人の選手、いずれも1巡目指名を受けた選手たちでしたし、やはり何度も言いますがベッツを5巡目で指名できたレッドソックス、今考えると本当にラッキーだったと思いますし、またレッドソックスのスカウト陣も本当に素晴らしい仕事をしたんじゃないのかなと思います。レッドソックスはこの年ジャッキー・ブラッドリー・ジュニアも上位で指名していまして、未来の外野のレギュラー格を2人も獲得できた非常に実りのあるドラフトとなりました。ドラフト時は全体で172番目の評価を受けていたベッツですが、ここからプロに入って171人をごぼう抜きしたわけですけれども、プロ野球の世界はこういったことがあるから見ていて本当に面白いですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。